休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。足立康史君。以上。日本維新の会の足立康史でございます。今日はですね、日本維新の会、先の総選挙で、大きな議席をいただきまして、今回この予算委員会も2時間27分頂戴をしてまして、大変ありがたく存じます。私トップバッターでございますが、私の後にですね、東京1区で、チャレンジをして、国会に上がってまいりました小野泰輔さんが半導体について、それから大阪からですね、これも1期生でありますが、岩谷良平さんが国家公務員の人事制度、議員特権、また大阪・関西万博について取り上げさせていただきます。そして、4人目のバッターが、新しくですね、幹事長になりました大阪の藤田文武代議士、この4人で今日は質問させていただきますので、よろしくお願いをいたします。さて、総理、第2次岸田内閣、本当に発足おめでとうございます。岸田内閣も新しい形で今回、立ち上がっているわけでありますが、私たち維新の会もですね、総選挙を経て体制が、ここで今、パネルを掲示しておりますのは、すみません、紹介を忘れてました。大阪10区で、大阪10区で小選挙区勝ち抜いてこられました、池下拓代議士に今日は手伝っていただきます。これ、先ほどから理事の、自民党の理事の先生方から、宣伝かと言われて、ちょっと笑われてたんですが、我が党の体制が分かりにくいとよく言われるので、党三役、そして国会議員団の四役という二層構造になっています。ちょっと馬場さんと井上さんの顔が大きく出てますが、これ本物も大きいんで、ちょっとご容赦をいただきたいと思いますが、これ二段構造になっています。で、なぜ二段構造になっているかというとですね、私たちは地域から、地方から生まれた唯一の国政政党です。だから、地域の、大阪だけではありません、全国の議員団、全国の首長、全国の議員団と、一緒になって、この政策をですね、組んできている、この政調会の国会議員団の中の体制はもちろんございますが、全国の議員団と一緒になって政策を作ってきているということをですね、ご理解を賜って、私はこの左側をまとめてますが、この全体の政策をまとめているのが音喜多駿党政調会長であると、ご理解をいただきたいと思います。さて、まずですね、取り上げなあかんのは、この10万円ですね。で、今申し上げたように、私たちは地域から生まれた唯一の国政政党ですから、国会で決めたことを上位下達で地方にそれを落とすというような考え方は一切ありません。むしろ逆で、地方の議員団、地方の首長、これから私たちは大阪だけではなくて全国で、東京もそうです、東京関東もそうです、全国で議員集団のみならず、今だいたい500名弱の議員団が全国に立ち上がってきてますが、首長はですね、まだ大阪中心です。これから全国で市町村の首長、都道府県の知事をですね、作っていく、そんな思いで取り組んでおりますが、例えばこの10万円、もうとにかく松井市長からですね、なんとかしろということで、要は地域からしたらですね、これはもう、絶対にやらなあかん至上命題なんです。だから、全国の市町村から私たち国会議員団が宿題を受けて、松井大阪市長は我が党の代表でありますが、7日の日にですね、もう大阪市としては年内現金一括給付をすると、いうことをおっしゃって、
ペナルティはあるのかということを私たち国会議員団に、まあ、問うてきました。で、再三私たちも内閣府に問い合わせをしてきましたが、まあ、答えはないと、いや、要はまだ何も決まってないということでした。そういう中で、これちょっとここ抜けてますが、今日あの浦野予算委員会の我が党の筆頭理事は浦野康人筆頭理事でありますが、松井大阪市長とは府議会の同期なんでね、浦野さんのところにも、あの浦野さんがまだ分かんないんですってツイートしたら、あの松井さんが早く決めてくれっていうツイートをされたりとかですね、もう全部大体我が党の動きはツイッター見てれば分かりますんで、そしてここには抜けてますが、8日にはですね、松井市長から、これもツイッター、あるいは記者会見で、今週中、今週中というのは先週中です。先週中に政府の判断がないと、年度内、ね、あ、ごめんなさい、年内現金、年内一括現金給付は厳しくなる。明日が正念場、明日が正念場というのは、先週の木曜日の我が党の代表質問です。先週木曜日の馬場共同代表による衆議院本会議での岸田総理に対する代表質問がもう最後の最後の最後のお願いだと、お願いというか、まあ、デッドラインだということを定めて、質問をさせていただきましたが、全国の自治体が納得のいくご答弁は、その時はありませんでした。それを受けて当日9日の木曜日、大阪市長はですね、残念で仕方がない、ニーズに全く合ってない、年末になんとか10万円を届けたかった、判断する権限を自治体にいただきたい、こういうことをおっしゃってました。私もこのままですね、全国の議員団の願いを実現できないまま、何が躍進だと。もうこのままであれば、私もこの年末、悔しくて、正月を迎えられないぐらいの気持ちで、この週末を過ごしました。そしたら、この休日明けにですね、昨日岸田総理から、あるいは山際大臣から、新しい方針が打ち出されたということであります。これ、総理、あの、なんとかですね、先週中なんだけども、今日になった、それでも今、それを昨日の議事録を私の事務所でばーっと全部、総理のご答弁、山際大臣のご答弁を全部打ち出して、叩き打ってですね、それをとにかくいろいろ問い合わせのある市長さんに全部送りました、議事録しかない、なぜあと3日ね、早くできなかったのか。で、乗れたところは感謝すると思いますが、間に合わなかった市町村がたくさん出てきます。やっぱりこの3日は必要だった、そういうことですか。内閣官房長官、松野博一君。お答えをいたします。子育て世帯への給付金の在り方については、うん、地方自治体からのご意見や、国会での議論も踏まえ、柔軟な制度設計を進めることとしたものであります。できるだけ迅速にプッシュ型で支援をお届けする観点から、コロナ予備費を措置した5万円の先行給付金については、9割超の市町、市区町村が年内に支給する見込みであると聞いております。その上で、今回の10万円の現金一括給付を選択肢に加える方針については、地方自治体において円滑な準備が行われるよう、補正予算の成立を待たずに、政府の考え方を地方自治体にお示しをしたいと考えております。なお、補正予算の成立前に給付が行われた場合、給付対象者や給付金額等が適切なものである限り、事後的に補助金を交付することとしております。足立康君。今、予算が成立前ということは、これもあのご努力 に感謝をしますが、いつですか、いつ説明がなされるか、お願いします。国務大臣、山際大志郎君。
ただいま官房長官からお話しさせていただいたように、もう速やかにやりたいと思っておりますので、まあ、そう今週中には間違いなく通知がいくようにしたいと思っております。足立康君。当たり前ですね、予算成立前なんだから、まあ、予算成立、まだ成立してませんが、まあ、週明けにもという流れと承知してますので、そういう中ではもう、水木金、この水木金しかないんです。だから今、山際大臣、今週中とおっしゃった、当たり前です。でも、これが水なのか、木なのか、金のなのかによって、全国の市町村の事務が、それ待つわけですね。お願いします。国務大臣、山際大志郎君。この中継を通じてですね、全国の自治体の首長さんもご覧になっていただいていると思いますので、明確に申し上げたいと思いますが、条件は何もありません。適正にやっていただく限りはですね、後から追って、きちんと補助金でそれを補填をするという形でございますので、国からの通知は出しますけれども、それを待たずに、これを聞いていただいている方々は、準備ができるところは準備をしていただいて結構でございます。足立康君。昨日から今日にかけて、今の山際大臣のご答弁も含めて、国会での議事録がすべてで、それ以外に市町村が把握すべきことはないということだと、今、うなずいていただいているので、そういうふうに受け止めます。一応いただきましょうか。追加のメッセージはないと。国務大臣、山際大志郎君。追加というか、ここで議論させていただいたことをきちんと明確にするものを、私どもの方から出させていただきたいと思ってございます。足立康君。国会の質疑を明確に整理して、事務的に説明会もするというふうに受け止まりました、今週中ですね。これ、できれば総理、これ、総理がご判断された、私は護衛団体だと思います。このままいったら、私、本当に正月越せなかった。だから護衛団と感謝をしますが、大事なポイントはですね、そのご判断にあたって、全国1700の市町村の中で、年内10万円一括現金給付、年末に10万円を一括で現金給付できる自治体、どれぐらいあるんでしょうか。国務大臣、山際大志郎君。定量的に何自治体あるかということはお答えできるような状況にはございませんけれども、議員もご案内のようにですね、議会を、地方議会を通してこれを決めていくということもありますが、専決事項として首長さんにご判断いただくということも可能でございますので、要は国としてですね、しっかりその費用を負担するということが明確になっていれば、ご決断いただけるものだと思いますから、今日これを聞いていただいている首長さんたちには、それをもってですね、進められるものは進めていただければありがたく存じます。足立康君。繰り返しになりますが、護衛団だと思います。でただ、もし今、私の地元をはじめ、いろんな、私が手の届くところの首長さんたちとは、綿密に今、連携を取らせていただいていますが、やっぱりちょっともうごめんと、さすがにもう間に合わないというところもあります。で、そういうところの首長さんにとってはですね、総理は、岸田内閣は一括10万円年末、年内給付を OK ということをおっしゃったわけだから、もしそれができない市町村があったら、そこの市長さん、省庁さん、村長さんは住民に、岸田、国は OK と言ったけど、なぜうちの町はできないんだという説明責任を果たすことが必要になりますね。だからできない市町村にはこれ、大変な負担、特に首長さん、政治家ですから、選挙、公選職の首長さんにとってはこれ、死活問題です。総理、ぜひね、これ、できないとしてもそれは、いや、もともとクーポンでやりたいというところがあるというのがご答弁ですから、それはそれでいいです。でも、できれば年末一括10万円、年末に、正月を越す前に、10万円を一括で配りたいという首長さんが、この内閣のご判断が遅かったためにできなかった場合、その責任は内閣にある、国にある、岸田内閣にある、それは当然ですね、それだけ明言ください。
内閣総理大臣岸田文雄君。はい、まず、委員のご指摘、時期が遅いという指摘については謙虚に受け止めたいと思います。もともと選挙の、結果を受けて年末までに国民の皆さんに何らかの形で支援を届けたい、こういった思いで努力をしてきたわけですし、そして実際プッシュ型でこのコロナ予備費を使って年内に5万円だけでも先行して支援を届けたいという取り組みを進めていき、結果5万円のこの先行給付については9割超の市町、市区町村において年内に支給する見込みであるということを聞いております。ただその後国会の議論の中で10万円一括でこの支援すること、支給すること、これも選択肢の一つとして定めさせていただいた、こういったことであります。この時期が遅い自治体において苦労されているということは謙虚に受け止め、先ほども山際大臣から申し上げたように、この政府の考え方、一括給付の考え方、これは補正予算の成立を待たずに自治体に示したい、今週中にと申し上げましたが、私としては一両日中にお届けしたいというふうに思います。この点についても努力をしたいと思いますが、実際こういった経緯はこれマスコミ等を通じて国会でのやり取り、これ全国に伝わっているわけですから、この全国の市区町村長の皆様方におかれまして、自分たちの対応についてこうした国会でのこの議論のありようをしっかり説明の中に加えていただき、対応をご説明いただく、これは当然あるべきことであると認識をいたします。足立康君。重ねてで恐縮です。一両日ということは今日明日中ということでいいですね。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、一両日中、今日明日を言っております。足立康君。ご答弁ありがとうございます。住民に直接向き合っている基礎自治体にとっては1時間がその住民サービスを提供できるかどうかの分かれ目になるということですので、ぜひ今おっしゃったように明日中、それも国会答弁がベースということですので、今日明日、今日明日の一両日中に、改めて国会でのご答弁を整理したものが市町村に行くということで確認させていただきました。上から目線で申し上げましたが、住民に向き合っている市町村が一番大事ですから、ぜひご理解を賜りたい、ご努力をいただきたいと思います。さて、これはですね、私、今日はコロナについて取り上げさせていただきますが、岸田総理は、先の所信表明演説でこうおっしゃいました。これまでの新型コロナ対応を徹底的に検証します。もう 2年近く経つんですね。これから検証するのは、あとで議論しますが、これまで検証はしたのか、したのであれば何が分かったか、ご紹介いただけますか。国務大臣、山際大志郎君。検証につきましては、実はずっとやっております。これはある意味、ここにいる皆様方全員そうでしょうが、必死の戦いをこの2年間続けてきたわけですね。それから日々積み重なってくる知見というものを分析、検証しながら、より良い方法は何なのかということを探り続けて今がある、このように考えております。その上でですね、岸田内閣になりまして、総理から検証をまとめて、全体像として分かりやすくお示しをするようにと、このようなご指示がございましたので、それをまとめて全体像としてお示しをしてございます。そこで、その課題としてあるものをさらに解決していくために、今回の経済対策の中に、補正予算の中にですね、
その足らざる部分、課題の部分というものを盛り込んで、今回、補正予算案として皆様方にお示しをしているということでございます。足立康史君。もちろんの政府はですね、もうこの2年間、私たちも大阪で責任を持つ吉村知事を筆頭にですね、大阪では責任政党でありますので、今、山際大臣がですね、ずっとやってるんだとおっしゃった気持ち、全くよくわかります、それは。よく理解できます。ただ、やっぱり国民に対して、この感染症対策は、国が一義的には責任を持つものでありますから、一体この2年間どうだったのか、あれだけの負担を国民の皆様にお願いをして、知事にも奮闘いただいて、そしてそれらの結果はどうだったのかということをですね、やっぱり私はちゃんと説明していかなあかんと思うんですね。説明責任です、まさに。これは民間の、これはですね、経団連の資料を掲載をさせていただいてますが、JR 東日本のデータを CATS という仕組みシステムに載せた成果を経団連の報告書に載せているものを紹介をさせていただきますが、結論を申し上げると、これから分かる、これ、政府のスタディじゃないですよ、これ、民間のスタディです。が、まあ、結論から言うとですね、相関は、ある程度はあるが、その相関係数は安定しません。それから仮に相関係数がある、相関があったとしても、それは因果関係を示すものでは当然ありません。さらに言うと、この右の方を見てください。ワクチンが、これ全体的にもそうかな、ワクチンが打ち進むと、相関が減ってきてます。これ明らかです。だから、ワクチンが打たれる、進むとですね、人流抑制の必要性というか、大変な負担を国民におかけするわけですから、その人流抑制とか営業規制の必要性は下がるという示唆を私は得てますが、政府はそういう示唆を持ってますか、持ってませんか。国務大臣、山際大志郎君。端的に言えばですね、先生のおっしゃっている意識と同じ、同様の意識を持っているということでございますが、それも受けましてですね、今回、私どもでこのお示しをしました全体像に基づいて、新しいレベル分類という分類を入れさせていただきました。そのレベル分類に基づいて、緊急事態措置、あるいはまん延防止等重点措置をしていく上での、どういう行動制限をしていくかという議論をする中で、先生、今ご指摘ございましたようにですね、人流の抑制というものに関しては、その科学的なファクトが積み上がってきたということもあって、今までとは違うやり方にしてございます。正確を期すために少し読みますが、混雑した場所や感染リスクの高い場所を訪れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず、国として自粛要請の対象に含めないと、このような形にしておりまして、まさにおっしゃるように、ワクチン接種、国民のワクチン接種の割合というものが増えてきたということを受けて、初めてこのような形でやらせていただくことを決めたところでございます。足立康史君。ありがとうございます。これはですね、2月の1日、今年の2月1日に、衆議院の内閣委員会で、今日もお越しをいただいています、近藤内閣法制局長官から私がいただいたご答弁であります。今、山際大臣の方から人流の話、ご答弁もいただきましたが、ここでは特に営業規制ですね、要は先の特措法の改正で過料、過ち料が入りました。で、そのことに関連して、近藤長官から、それだけの規制をするのであれば、それなりの、より科学的で、要は疫学的な見地から、これは必要だと言えるものに絞らないとだめなんだと、当たり前のことですが、近藤長官、改めてこのご趣旨、国民の皆様に分かるように、同じことになりますが、繰り返しご答弁いただけますか。内閣法制局長官、近藤正治君。
お答えいたします。委員がお示しなされた資料でもうほぼ言い尽くされておりますけれども、この今年の2月1日の衆議院の予算委員会内閣委員会における私の答弁ということで、その時の私の答弁は、特措法に基づく都道府県知事の要請に応じた事業者への補償の要否については特措法制定時の整理が当てはまる旨答弁した上で、新たに設けられました過料制度につきまして以下のように述べております。都道府県知事の命令に応じない事業者に過料を課するということで、特に今回現省庁にお願いしたのはまん延防止等重点措置及び緊急事態措置のそれぞれについて、これらの措置に基づき都道府県知事が事業者等への要請または命令を行う前に特に専門家の意見を聞くことを法律で義務付けてもらい、これらの措置は科学的知見や疫学的見地から真に必要なところに絞っていただくということで、過料との見合いで厳重慎重な発令をお願いするという条文になっているという旨をご答弁したところでございます。足立康史君。ありがとうございます。全く繰り返しでありますが、ご足労をおかけしました。大変重要なご答弁であったと思い、今日はパネルで提示をさせていただいております。これだけこれを見ればですね、要はかつてと同じようにあまり科学的あるいはエビデンスそういうものがない中で飲食店等に過度な、思いつきでしかないと国民にはあるいは事業者の皆様には思えないような緊急事態にかかるさまざまなお願いをですね、乱発するような状況にはもう法律論としてもそれは認められないし、先ほどワクチンの関係でもですね、ワクチンが打たれていけばそういうことは必要がなくなってくるんだと、そういうエビデンスがあるんだという私の指摘に対して山際大臣もそうだとおっしゃっていただいた、これは確認をさせていただきたいと思います。するとですね、これから大事なことはオミクロンのウイルスが市中感染をする前に、なんとかこれを水際で抑える。ワクチンを打つのもうちょっと時間かかります。今日もワクチン大臣も今日は質問しませんが、ワクチンはもう本当にとにかく急いでほしい。これが国民の願いです。いや、頑張っていただいているのは本当によく分かってるんだけども、とにかく高齢の方が2回目の接種からどんどん時間が経ってるんです。吉村知事も、とにかくクラスターが発生したらということではなくて、高齢施設、介護療養施設、広くそういう抗体価が下がっていると思われる方々には、とにかく早く打っていただきたい。で、それが間に合う、そのワクチンの3回目ブースター接種ができるまではですね、水際で止めるしかないんです。もう時間との戦いです、これは。だから私は、水際については、これ以上やりすぎることはないというぐらいやるべきだと思うんですね。ちょうど政府が新しい方針を出したときに、斉藤国土交通大臣がちょっとやりすぎたということで謝られました。私、謝る必要ないと思いますよ。いいんです、やったら。だって、そういうことを、そういうやりすぎたら、みんなでマスコミが叩くから。閣僚が判断するときに、あれは大丈夫か、これは大丈夫かって言ってる間に1週間経つわけです。岸田総理が護衛団で水際規制をどんと決めた、だでかい大国ですから、日本は。日本の各部、各省においてですね、それ多少行き過ぎたことでもすぐ訂正されました。私はそういうのをなんか上げつらうのではなくて、その迅速なご判断をやっぱりもっと称賛すると。岸田総理のご判断をマスコミを挙げてこれ良かったんだと、国民はそれ分かってますけどね、分かってないのはマスコミだけでありますが、いずれにせよ、そのご判断は私は良かったと思う。であとね、今日昼の NHK のニュース見てて、ちょっとあれと思ったんですが、その待機するホテル、厚労大臣、すみません、昼のニュースで、なんか1万3000っていう数字が、1万3000室という数字が出てましたが、私が吉村知事と話をする中で、私の理解しているのは大阪だけで、大阪府だけで、
ホテルの準備は公式ベースで8500、下準備が できているものを合わせたら1万円数があると、こう聞いてるんですね。公式ベースで、あ、それ違いますか。じゃあ、まあ、あんまりすり合わせ、あれですが、8500っていうのは聞いてない。え、あ、ちょっとまた概念が違うのね。あ、すみません。いずれにせよ、全国 の, あの総理が確か知事にもお電話をいただいて、とにかく全国の特に、大都市、東京、大阪をはじめとする大都市に空港もあります。それをお願いというか、連絡をいただいて、全国の知事が頑張ってる、その中で大阪もですね、今、ちょっと概念は不正確ですが、1万室の準備はできると、こういう話がありました。で、ちょっと確認は、まだ不十分だと思うんですね。要は、今日これちょっと検疫法、これ、検疫法の停留に関する規定ですが、まあ、16条の2が協力要請です。で、16条はもっと強いんですね。で、まだ今、適用しているのは16条の2だと理解してますが、これ、なぜ16条を適用しないんですか。厚労大臣、はい。厚生労働大臣、後藤茂之君。検疫法の件でございますけれども、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染した恐れのあるものについては、合理的に必要と判断される限度において、16条の2、第2項に基づく協力要請を行っておりまして、こうした協力要請に従わないような場合、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認めるときに、停留を行うことができるという、そういう規定になっております。で、こうした規定の仕組みの中から、帰国者全員を一律に取り扱うのではなくて、滞在国地域のリスクに応じて、検疫所の確保する宿泊施設における10日間、6日間、3日間の待機措置や、自宅待機を組み合わせて14日間の待機と健康フォローアップを求める、その要請に応じない者に対する停留措置としての位置づけで、今は16条の2、第2項の協力要請で対応いたしております。足立康君。要は十分に、私はもう、まだオミクロン株の性質がよくわからないんだから、最大限の水際措置を取るべきだと思うんですが、今おっしゃったような枠組みでしかやれてないのは、宿泊施設のキャパの問題なのか、あるいは検疫のその検疫のキャパなのか、あるいは人権への配慮なのか、水際の検疫のそのキャパ、そこのキャパがありますね、そこで踏ん詰まっているのか、宿泊施設が足りないのか、あるいは人権を意識しているから緩めにやっている、3つのうちどれですか。厚生労働大臣、後藤茂之君。まず待機施設でございますけれども、地方自治体の皆様にも大変協力をいただきまして、本日時点で1万3000室を確保しております。で、大体今、日ごとに移りますけれども、待機施設に入る方が8000人前後ということでございますので、そのキャパで議論しているというわけではなく、先ほども申し上げたように、滞在国のリスクに応じた評価によって、こういう10日、6日、3日の施設における待機をお願いをいたしております。足立康君。関西空港でですね、5日に関西空港に到着されたご家族で、停留期間中の検査で陰性と出て、で、実はご家族のお一人が陽性だったんですが、残るお二人は陰性だったため、
停留が解かれ、入国して自宅待機になってましたが、結局、濃厚接触者であるのではないかという、後から追いかけてですね、これは、潜伏期間でそれをチェックできなくて、自宅で、そのまだオミクロンかどうかは解析中でありますが、陽性者が後で見つかったケースが出ています。いや、もう少し停留期間を延長するとかね、もう少し私たちのこの関空のこの事例を見ると、この停留措置についてはまだ甘いと、もう少し陽性者が出たら、そのご家族とか、そのグループだけはですね、停留期間を延長するとか、もう少しできることがあるので、ぜひまた知事、私は吉村知事から聞いてますが、ぜひ全国の知事さんのご意見、改めて聞いていただいて、さらなる水際規制の徹底をお願いしたいと思います。これ、時間との戦いでありますから、よろしくお願いします。今申し上げたのは日本人でありますが、外国人についてはですね、依然として入管法5条の1項14号に基づく、それで一斉に外国人はもう入ってくるなということをやりました。これは昨年の2月から日本維新の会としては、入管法改正をすべきだと、これはいわゆる私たちはテロリスト条項と言ってて、テロリストは止める、この条文で全部今、世界中から外国人を止めてるわけですね。2年経ってるんです。私たちが提言したのは昨年の2月、入管を早く改正しませんか、法務大臣。法務大臣、古川義久君。お答えいたします。外国人の上陸拒否についてでございますけれども、この現下のですね、新型コロナウイルス、世界における感染状況、刻一刻と目まぐるしく動いておるわけですね。で、入管法第5条1項の第14号に基づきまして、上陸拒否の範囲を明確にしながら、機動的な水際対策を今、講ずることができているというふうに認識しております。それで、今、委員がご指摘されました、新たにですね、そのきちんと項目を作るべきではないかということについてでございますけれども、もちろん、これまでもですね、過去において、この入国拒否、上陸拒否事由につきましては、社会情勢に応じて適宜追加をしたりしております。ですから、今後ですね、そういうことも含めて、適切に判断して、見直すべきは見直していくということになろうかと思います。足立康君。よろしくお願いします。次にですね、話はちょっと変わりますが、私たち日本維新の会は、岸田政権であり、その前政権であれ、やっぱり自民党はですね、やっぱりこの戦後というか、1955年から60年以上にわたって、日本を統治してこられたから、今の制度が、前提になってるんですね。だから、雇用保険というのは平時の仕組みです。景気変動はありますよ、景気変動はありますが、平時の仕組みの雇用保険制度を有事に使うもんだから、大変なことになった、窓口も大変だけど、財政も大変ということで、リーマンショックの時に、このちょっと吹き出しがございますね、下の方に吹き出しがあります、今までに2回だけ税金をドーンと入れたわけです、法律で。リーマンショックの時と今回です。で、今回は2兆円前後のお金を入れているということですね。で、私は今日野党の皆さんがですね、維新以外の野党の皆様が、石原さん、あるいは大岡さんの問題を取り上げて、けしからんとやってるんだけど、なぜけしからんか、もうちょっと言った方がいいですよね。私もけしからんと思う。彼らって僭越ですけど、石原さんや大岡さんがなぜ今非難されているか、それは人道的な問題だけではありません。税金だからです。保険料であれば、保険料払ってますよ、彼らも。社会保険事務所に登録してるんだから。だから、保険の議論だけすればね、受給する資格あるんですよ。もしないというんだったら、保険料払わないようにした方がいい。そこはいいんです。今回は税金でしょ？お二人が受けたお金は、おそらく税金で穴埋めされるんですよ。そうであれば、平時の雇用保険のルールではなくて、緊急時のルール、緊急時に給料が減ってない政治家の事務所、
公務員がそんなもの受ける必要はありません。平時の仕組みと緊急時の仕組みを立て分けるべきだというのが私たちの考えですが、いかがですか。厚生労働大臣、後藤茂之君。今回のコロナ禍におきまして、雇用保険制度では、雇用調整助成金の前例のない特例措置、1万5000円の上限とか、10分の10など、行いまして、これに伴う支給増等のために、昨年6月に令和3年度末までの雇用保険臨時特例法を制定をいたしました。そしてその臨時特例法では雇用保険財政の状況に応じて一般会計から雇用保険に対して任意の繰り入れが行うことができる、そういう仕組みを特別の財政運営の仕組みとして導入いたしまして、ご指摘の 1.7 兆円を含め合計で 2.2 兆円を繰り入れることといたしております。労使の負担感も考慮しつつ雇用保険制度の安定的な財政運営のための措置を取りました。足立やろう。すみません、予算委員会なんで、局長レベルで答えれるようなご答弁はちょっと勘弁してほしいんですが、ごめんなさい、大臣に失礼ですが、もう一つ、これ、社会福祉協議会ですね、緊急小口総合支援金、これ、もともとですね、福祉の窓口なんです。令和元年、令和元年どうかな、これは、4月から翌年の3月、1年間で数十件、数百件をさばいていた窓口なんです。そこで今回は、月に数万件ですよ。これが私が言ってる、なぜ平時の福祉の窓口を使うんですかと。これのせいで、これのせいでというか、社会福祉協議会の窓口がてんやわんやになるのは当たり前でしょ。だから、職員も大変な思いをするし、窓口に来た国民はですね、住民の皆さんは、なんだこの窓口はってなる。窓口が悪いんじゃないんですよ。内閣が悪いんです。もういいですね、これは。もう厚労大臣、ちょっと時間ないんで、総理、まあ、これにとどまりませんが、やっぱりその日本はですね、まあ、9条改正もそうですが、有事に関する意識が甘すぎる。緊急事態に関する頭の体操、普段から必死でやっておかないと、こういうことになるんです。包括的な緊急事態に関する法制度の検討をやるべきではないですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、ただいま委員ご指摘になった、この緊急小口資金等の特例貸付においては、ご指摘のように膨大な数の申請があり、現場が混乱したということを承知しております。課題があったと認識をしております。ぜひ課題をしっかり整理しなければならないと思いますし、さらに大きなこの議論として、中長期的にこうした緊急事態にどう対応していくのか、こういった観点から、来年6月をめどに、こうした人流抑制ですとか、国や地方との関係ですとか、そして司令塔機能ですとか、こうした緊急事態に中長期的にどう立ち向かうのか、こういった点もぜひ検証して、考え方をまとめ、必要な法整備も考えていきたいと思います。ぜひお願いしたいと思います。最後は憲法でありますが、今、総理に包括的な緊急事態に関する法制の検討とお願いしましたが、究極的にはこれは憲法論です。安倍総理は具体的な案を、安倍総理はここにあるように、自衛隊や緊急事態対応に国会で具体的な言及をされて、そうした案を示すことが国会議員の責任である、私はその責任を果たしていきたいんだということを何度も答弁されましたが、岸田総理は就任をされてから、憲法の在り方に真剣に向き合っていく責務。憲法の在り方に真剣に向き合っていく責務が国会議員にある。ちょっとトーンダウンしているようにしか見えないんですね。まあ、総裁としてでも結構ですが、やっぱり具体的な案を各政党が持ち寄って、しっかりと毎週、憲法審査会で議論していく。野党の例の3年目度の検討規定なんていうのは、
手続き法が国民の憲法制定権力を制約するはずがないんですから、ぜひ強い力強いお言葉をいただきたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。私も憲法改正については、自民党の政調会長時代から議論してきた自民党が提案しております4項目のたたき台素案、これをしっかり引き継いでおりますし、具体的にこうしたたたき台素案をベースに議論を進めていくということ、自民党総裁選挙においても再三繰り返し申し上げてきたところであります。そうした思いは強く持っているところですが、ただ内閣総理大臣の立場からは国会の議論を尊重しなければいけない、ご指摘のような発言になっておりますが、憲法改正に対する思いは決して遅れを取っていないと自負をしているところであります。私の質問は以上とさせていただきます。ありがとうございます。はい。